はいどうも、皆さんこんにちは。ぜひこれです。それでは今回なんですけども、新三井住友カードの発行開始20%還元や年会費無料などキャンペーン開設ということで、昨日の動画でもお伝えしました。三井住友カードがデザインが新しくなりまして、本日から新たに新デザインの発行が開始となりました。まあ、そこで今回は20%還元のキャンペーンの詳細ですとか、他のキャンペーンも含めて大きく3つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。ちなみに今回は三井住友カード ード側に一部問い合わせたこともあるので、まあ、それも合間合間に挟んでますので、ぜひそれもお伝えしようと思います。それでは早速こちらじゃんということで20%還元、漏れなく最大1万2000円還元、そしてただちゃん50分の1の確率で全額ただに上限10万円ということで、下にもちょっと出て,出てるんですけども、新規入会 &V パススマホロアプリログインでダブ得ということですね。まあ、以前も キャンペーン、このようなキャンペーンというのは開催されてたので、まあ、ほぼほぼ、まあ、同じ感じかなとは思います。で、キャンペーンの期間っていうのは、2020年の2月の3日から、まあ、本日から2020年の4月の30日までの約3ヶ月ぐらいのキャンペーンとなっています。いやー、まだ、三井住友カード自体ですね、発行されてない方からすれば、結構嬉しいキャンペーンじゃないかなとは僕は思います。 対象カード、ざっとこんな感じですね。まあ、見た感じ、まあ、デザインが変更されたものであったりとか、まあ、従来のパルテノン神殿がデザインされたものとか、結構、まあ、まちまちな感じなんですけども、2020年、まあ、3月以降に、そのパルテノン神殿がデザインされたものに関しては、まあ、新デザインに、まあ、徐々に変更されていくという感じですね。 そしたらまずキャンペーンのお話に戻りたいと思うんですけども、一つ目の20%還元のキャンペーンからですね。この20%還元の対象の条件なんですけども、こんな感じですね。まあ、期間中に、キャンペーンの期間中に対象カードに新規で入会するということ、そしてカードに入会した月の2ヶ月後、待つまでに、 1> 1回以上、まあ、あとは、カードの入会月に2ヶ月後待つまでにクレジットカードもしくは ID を使ってのお買い物。これら3つの条件を満たしたら、ちゃんと20%分が還元されるということになります。これに関してはこれまで通りですね。 次に上限なんですけども、利用金額の20%分となりまして、最大でも1万2000円となってます。なので、6万円分すれば上限まで達するということですね。これは嬉しいですね。で、こちらは実際にカードを発行してからの2ヶ月後待つまでがまあ対象の期間となるんですけども、その日程が今一覧と出てるのはこちらなんですが、例えば今月申し込んだ場合なんですが、この一番上の2020年2月の3日から2月の29日に 該当するのので右側のカード利用期間そして VPASS アプリにログインする期限として2019年の4月の30日これが期限となりますので、まあ、ここが一番わかりやすい目安かなと思います。 そして、今回は、キャンペーンの対象外となる条件が、気のせいか、前回より結構多めに記載があったので、まあ僕なりに簡単にまとめました。それが今出てるこちらの3つなんですけども、一応まあパパッと読み上げると、すべての対象カード、エブリプラス含むをお持ちの場合、で、対象カード複数申し込んだら一番最初のカードが対象ということ、そして3番目の2019年3月1日以降に対象カード発行履歴ありということですね。まあちょっと一つ一つ付け加えていくと、まずこの丸一番ですがす、に その対象カードエブリプラス含むをお持ちの場合は作成できないということで僕は以前の名称でいう三井住友クラシックカードを持ってるわけなんですけどもその場合は今回のキャンペーンには新たに発行してもキャンペーンには参加できないということでしたまあこれに関してはですね実際に本日電話で問い合わせて聞いたみたいな聞いたんですけどもやはりダメでしたね 次2番の対象カード複数申し込んだら一番最初のカードが対象ということですがこれはそれぞれ発行した際のカードの発行日によって変わるのでもし複数申し込む場合はチェックが必要ですねそして3番現在その対象カードをお持ちでない場合であっても2019年の3月1日以降に発行 ここうししたた履歴ががあったりととか大会会もももくくは会員資格が停止さされれていいるる場合もキャンンペーのの対象外となるのでこれもお気を付けくださいそして、キャンペーンの対象とならない、まあ利用の条件というのもちゃんと出てまして、まあこれもパパッと読み上げたいと思うんですけども、キャッシングリボ、海外キャッシュサービス、その他ローンの返済金、リボ払い、分割払い、手数料、年会費、弊社、情報紙定期購読料、提携会社からの収納事務を委託された一部の保険料、 となっています、まあ、ここでちょっと気になったと思うんですけども、電子マネーやプリペイドカードのチャージってどうなるのって思うと思うんですが、実際にですね、本日問い合わせてみたら、じゃんということで、キャンペーンの対象ということで、今回の20%還元のキャンペーンの対象というオッケーの回答をもらいました。なので、まあ、モバイル Suica やキャッシュなどの電子マネーやプリペイドカードのチャージもできるので、特典の二0取りもできちゃいます。やはりこれがあるっていうのは、めちゃくちゃ大きいですね。 そして二つ目のキャンペーン50分の1の確率で当たるただちゃんについてですね。まあこれについても簡単にお伝えすると、キャンペーンの期間は2月の3日から4月の30日まで。で、抽選で50分の1の確率で上限は10万円までになるんですけども、無料になる可能性が出てきます。で、新規入会 &VPAS アプリのログインが必須で、決済してこのただちゃんに当選した場合は、金曜日に メールやアプリでお知らせが来るようになっています。まあ、詳しい日程などの参考例に関しては公式ページをぜひご確認ください。 そして最後、三つむキャンペーンが一部のカードは年会費ずっと無料キャンペーンということですね。これも以前発表されていた情報ですね。こちらも簡単にまとめました。じゃんということで、こちら期間は2月の3日から4月の30日まで申し込んだ方ですね。そして対象のカードなんですけども、これも出てる通り、三井住友カード、三井住友カード学生、三井住友カードデビュープラス、三井住友カードビザ、SMBC、カードクラシック、 そして年会費永年無料というこんな感じですね。そして公式ページにもありまして、まあ、一つ注意点としましたら、こちらのカードを切り替えても年会費は発生するということでした。これに関しては公式ページに記載はあったんですが、まあ、三井住友カード側に僕も電話したついでにですね、聞いてみたんですが、まあ、僕みたいなすでに三井住友カードを持っている人が、今回の新デザインに切り替えたとしても、しっかりと年会費はかかるということでした。 なので、ここは間違えないようにしましょう。ちょっとですね、これは少し期待してたんですけど、ちょっと残念ですね <laughs>。一応今回お伝えしたことをまとめると、まず20%還元で上限が1万2000円まで。で、ただちゃんに関しては50回に1回の確率で上限10万円まで無料になる可能性が出てくるということ。そして、そして期間中に申し込んだら年会費が永年に無料になる。この3つですね。もちろん20%還元やただちゃんも嬉しい限りなんですけども、やっぱりこう長い目で見て、年 会費永年無料とといいいうのはは結構大きいんじゃないかなか僕は勝手に思っておりますそしてですね、もし三井住友カードの発行を検討されている方がいらっしゃいましたら案の定ですね、ポイントサイトを比較するところで見たら2月の3日18時現在だとどこもだいたいこう3000円ぐらいでしたね。結構これに関しては日によったりとか時間帯によって変動することがあるのでこれお気をつけください。ちなみにこの中だと僕がここ最近利用しているポイントサイト、モピーをよく利用しているので、もしですね、 三井住友カードを作成する場合はモッピー経由の場合は今の時点だと3000円分ゲットできてプラス三井住友カードの恩恵も受けることができますので登録がまだの方がいらっしゃいましたら概要欄にリンクを貼っておきます。 まあ、そんなこんなで今回は三井住友カードの新デザインになってから改めてキャンペーンについても解説させていただきました。まあ僕は前回のキャンペーンで滑り込みで参加させていただいたのでもしですね発行がまだの方ですとか検討されている方もいいタイミングじゃないかなと思います。ただ他のスマホ決済とかもまあ2月現在は高還元なキャンペーンとかも出したりしているのでぜひどのタイミングで作成する のかどの時期に作ればいいのかそしてポイントサイトがどんな感じにこう還元率を上げてくるのかっていうのは僕も全然予想はつかないんですけどもまあ、それも含めてご自身のライフスタイルに合わせて作成するのもいいんじゃないかなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 今回の内容とは関連しないんですが、本日ですね、ネットニュースでメルカリでドコモの共通ポイント D ポイントが使えるようになるかもしれないというニュースが流れておりました、まあ。記事の一部を抜粋すると、メルカリで商品を購入した際には D ポイントを貯めることができるようになるということで、両社はスマートフォン決済の加盟店の開拓も共同で行うことを検討して ているということでしたまあけどこれに関してはドコモとメルカリはまだ正式に決定したことではないという風に公式のお知らせにはありましたけどまあもしですねこれが実現すればさらにやっぱりこう D ポイントの利用する幅っていうのが広がるんじゃないかなとは思いますまあ、これに関してはですねまあやっぱりこう正式の発表をまたここも気長に待ちたいなと思いますということでありがとうございました